はい、エムさん、今日は先輩がいらっしゃってるというです、ね、いや、今日ね、俺楽しみにしてたんですよ。え、高田さんっていうのはね、俺らの時の大スターだから、この人ね。これで、年は2つで、はい、で、俺が18の時に、高田さんは絶対覚えてないけど、春のリーグ戦で、うん、ランニングホームラン打ったら、そう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 、あれ俺ですよ。え、俺から打ったんですよ。俺第1号はランニングホームラン。そうそう、大学5本のホームランで。そう、あ、本当ホームラン。それなんで知らないですか、そんなの。1年生で投げたの。1年の春に俺もういきなり春に投げて、なんですぐ消えたの。いなくなったじゃん、2年間くらいなかったでしょ。その消えた話はいいから徐々に徐々に。いやいや、本当にそれよりも初めて聞いたよ俺。だから高田さんにランニングホームラン打たれて調子悪くなって、そのランニングに行かされた。あ、じゃあ俺のこの人が一番悪いの。監督のどの頃じゃなかったの。俺が出世する最初に拒んだ人な、この人。ランニングホームランはそう、俺大丈夫。あの外野手が突っ込んできてね、あの、あ、これ遅れた。そう、それを言ってるんですよ。ね、エラーじゃない、ね、ほんでエラー使う、そうなんです。じゃないのよね。完全にヒットだからね。はいはいはい。それでランニングホームラン。いや、そう、そう。で、俺もそれからストライク入らなくなって。そんなことないでしょ。いや、それで2点か3点取られて、それで降板させられて、その後山中が来るわけ。あ、それでチャンスかんだ。それでも山中に行かれたんですよ。あいつは48勝。でこっちはもうそれから二軍生活。そう、江本さんだ、僕のホームランね、ランニングホームランのピッチャーが江本としてるのは初めて知った。俺からです。俺、明治もね、行きたかったんですよ、あの頃。うん、だって、レベル同じようなもんじゃないですか、法政とか明治。ね、だから、だけど法政がたまたまもう、うん、あの明治も終わってて、うん、で、法政しかなかったんですよ。それでまあ、行ったけど、もう春からね、やっぱ調子が良くてね。で、一軍に、もう春のリーグ戦で、1年生の春のリーグ戦で俺、レギュラーだった。いやいや、そら、1年生で飛ばんでくる。うん、ところが、その、プリンスが来て。いやいや、それは大変。プリンスが俺をね、あの時、満足や。監督でしょ。監督に振られるの、全部、監督の名前出されるの嫌がってる。あれはね、あの松永さんってやっぱり厳しいそうな人だから、ね。松永さんのせいじゃないです。あれ、高田さんのせいなんです。ランニングホームラン、普通、普通。大体あんなとこで、あなたはその監督松永さんだからじゃなくて、どこ行っても監督と衝突してるから。それあと、まだゆっくり話しますから。あれ、最初ピッチャーかなんかだったっけ。高校時代はね。高校時代はね、一つやろ。そう、街道尾崎。そう、それをまた俺聞きたかった。尾崎さんが一つ抜いたんでね、うん、まあ、ピッチャーもやりながら、ピッチャーで入ったんだけども、うん、それで、まあ、あの尾崎投手が一球上にすごいピッチャーいて、うん、あの外野手も練習、外野だから尾崎さんが投げるときは外野だ。なるほど、ね。で尾崎さんが中退してね、うん、あの頃中途大学出て、ね、うん、プロに入ったから、うん、2年生の夏終わってから中途大学して東映に入ったんで、うん、まあ、僕がまたピッチャーで、うん、なるほど。でその浪商から甲子園行ったんですか。だから1年の夏に行った。行ったんじゃないよ、調べてないで。全然、いや、全然調べてないで。俺いつもこと話す。優勝したのよ1年の時に。1年の夏に。でその時はどこやったんですか。だからレフトよ。ピッチャーじゃあどんどん尾崎さんでしょ、うん、いや尾崎さんが優勝したの分かるけど、誰が優勝したの。あんま覚えてないじゃん。1年の時に、その時に、うん、尾崎さんが2年生で、あ、そう。でキャッチャーがロッテに入った早稲田って言ったらね、うんうん、ロッテに行った大塚さん、うん、ほんでセカンドが住友さん、でサードが大熊で、あの福本1番、2番大熊、阪急の、はい、それでもう俺みんな波将でいじめられて、それと僕5人これすごいメンバーだった、うん、すごいメンバーだった。あの時の柴田の法政に行くもすごかったけども、波将もやっぱすごかった。だからあの頃甲子園行ったら波将が甲子園出たんでしょうかなんて。いや1年だから、それだってそう1年の時は尾崎さんしか目立ってない、ね、本当にそうね、うん、尾崎柴田の投げ合いみたいなね。そうそう、で俺子供の時っていうか中学生ぐらいの時かな、うん、あの夏の大会ね、見ましたもん。高田さんはまあ勉強もできた、秀才と聞いてるんですけど、うん、いやそうなんだよ。いやいや両方できたし珍しいんだよ。 それがなんで明治へ行ったんですか。なんでいやもうちょっといいとこ行けよ。であの頃ほら、まあこれ聞きたかったけど、島岡さんでしょ監督。そう、いやいや、この話は聞きたいんだよ。島岡さんって本当に知ってたら行かなかったね、うん、あ
逆に。ただ明治に入りたいというか、というか六大学で、うん、そうそう。あの頃、ね、あの法政も立教も明治も、うん、東大以外はみんな、うん、あの先輩いたんですよ。波将ね。波将いたんです。うん。それで、まあ、声かけてもらったのが関西の大学は多かったけども。うん、まあ、なんとか俺はもう神宮で野球したい、六大学で野球したいというところで一番初め声かけてくれたのがあの明治さんだ。それでその伝説的に我々もまあ俺なんか行った時も島岡さんいたけど、島岡さんとのあれはどうだったんですか。なんかもう前寮で日本と思っていつも選手追っかけ回してたとか、もうめちゃくちゃな話いっぱい聞いてるけど、それ本当なんですか。そういうの話したって話、本当の話にしだしたら5時間ぐらいかかるから。小さめ短め、みんな本当よ。みんな本当らしいね。これがそう、ね、日本刀っていうのはね、音体の部屋にね、あの、だって小刀でもない大刀でもない中刀みたいなのをさですが、日本刀置いてあるんですか。それでね、うん、俺3年の秋かな、立教と優勝できると最後設定、最後に4連敗がしてね、ダメだったね。それでシーズン終わって、その食事会の時に、うん、本体が怒り狂ってるってね。それなんて負けてから、うん、優勝できるチャンスを逃してるから、そしてマネージャーが飛んできて、ね、うん、いや、あの、でもみんな逃げろってね、本体が日本と思って怒られて興奮してね。いや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 、それは、ずっと飛んで逃げたよ、みんな。いや、俺もね、日本刀を持って追っかけ回しの話は聞いてるんですよ。いや、これはね、ほんまなん、あの阪神の先輩で、石枝さん、石枝さん、ね、確かにいたんですよ、中日からセカンド、あ、うん、そうそう、うん、阪神と言ったら、石枝さんは一級ですか。石枝さんは入れ違い。あ、入れ違い、入れ違いだけど、あの人はね、今の日本、石枝さんは日本刀でもどっかぐらいで、ね、あの人、国は大阪だから、うん、そうそう、ね、旅館の息子、旅館の息子やな、うん、なんか、あの、うん、あのな、うん、あの大阪まで逃げて帰った。俺一枝さんってすごいよくしてもらったんですよ。一枝さんがそうだった。伝説で聞いてるのは高田さんがひるまなかったらしいね。いや飛んでんよ。悪かったらしいよ結構。いやこんな男で大人そうな顔してるけどね。結構な悪かったらしい。あの音体がね、うん、あの俺よくあの殴られてないのは高田ぐらいのもんだけど、本当はあの手を挙げられなかった、殴らなかったのはオンタイムで闇雲みんな殴ってるわけじゃん。相手見てんだ。そう、相手、あのね、オンタイの殴る相手のはまず、うん、キャプテンだね、うん、師匠で、よくあるパターンやね、うん、それでその、まあ、主力選手、うん、特にあのプロが注目しそうな吉野中心選手だね。ただし俺と星野もない。いや、そうそうそう、で星野さんの話を聞こうと思ったんだけど、ああ、ということは星野さんは一挙したよね。一挙した。でこの二人がね、ええ、やっぱり芝岡本体はやっぱりビビってたらしいよ。星野だったしかにね、本当にビビってたんじゃないの。うん、手出したらこの野郎また俺に向かってくるじゃないの。いや、この人こんな顔してるとやりそうだからさ。俺はそうじゃなかった。ね、島岡の本体がもうこの二人はね、うん、絶対あの来なかったと。それ聞いてた、うん、星野も無事そうや。あ、やっぱ見てるんですね、島岡さんもね。これ危ないな、うっかりやると危ないなっていうの。高田さんそんなイメージない。いや、俺は知ってたよ。このちゃんも嘘つけたら道々行くよ。だから俺は知ってんだから、そういうの昔から。江本さんも明治来てて音体の下でやったら音体のはやられてる。やられてる。やられたら一発で逃げて帰ってる。背が高いからね。いや、音体飛び上がっても届かないから。そうね、明治のね、それはもう伝説だね。みんな知ってる人もいるけどね。星野さんってどうだったんですか。星野って普通は、ね、一級違いでしょ。大学はね、俺、うん、あの明治は二人部屋だったね。ああ、二人部屋で。普通はね。うん、あの大部屋もあったけども、普通はみんな二人部屋で。1年生と3年生、うん、2年生と4年生で、まあ、部屋子みたいな方。なるほど。俺4年の時、星野3年生と俺の部屋子なの。初めての、星野上級生、3年生は上級生からね。3年生上級生なのに、俺のだから布団を上げ下ろししたり、掃除したり、みんなしたんですか。部屋の掃除はね。スパイク名義もやったんですよ。いや、それはないけども、うん、あ、そうですか。それはあれだ。
だから思ったよ。じゃあ藤野さん、じゃあ一応あの付き人みたいなことやったんですか。うん、あの俺らの時は付き人みたいななかったし、本当はもう、うん、本当にそういうので使用で下級生を使うのが厳しかった。うん、まあそれでもやっぱり部屋でね、一、ね、年と上級生下級生一緒にしてっていうのが、うん、星野の時だけに、な今までわからない。だからなんで本当に。星野、俺の、まあ、いや、なんかどっかつながるものがあったと思うんですよ。うん、で、高田さんはでも4年の時はキャプテンだったんですよ。ね、うん、で、キャプテンを継いだのは、次は星野さん。あ、というのはね、4年生が、卒業する4年生がね、音大に次のキャプテンは誰々にしたいと思いますけどっていう、あの一応示し入りして、うん、で、音大がそれで弱かったんで、うん、今度はそれで、ね、あ、なるほど。だから4年、卒業する4年生が決めて、僕も星野も4年間走り1回も優勝ないんですよ。あれ優勝しなかったんですか。ないこれ。あ、そうだからなんで。まあ法政強かったから。そう。そうなんだよ。俺が優勝したんだけど。法政があのね、山本浩二な、うん、そうそう。富田、田淵、山本浩二と田淵。田淵。でまあ江本はいなかったね。俺はいない。山本はいない。俺はいない。俺がね、外野の芝生でね、やじてたの、センター。あの頃、外野芝生席なんだよね。よそが明治の、わーとかでやじてたの。いやいや、強い時代だよ。でも、あの、わしらも、そうか、優勝してない。やっぱり石井東吉郎さんで監督でね、強くなってくる。ちょうどね、わしらとちょうどね、法政、もう法政の黄金期当たったんであってね、だから高田、星野もいいピッチングしたけど、うん、法政では星野いいピッチングするけど、わしら系よりは弱いんだよな。法政の時はもうすごいんですよ。法政は、なんか仲良かったね。いや、明治とは結構仲間一緒みたいな。そうそう、あのね、明治と法政は仲間一緒。ただ慶応なんて言ったらね、もうみんな、坊ちゃんもらえろみたいな。なんて言ったらね、慶応だけ神の慶応もしてね。超熱だ。みんな坊主だ。4年まで坊主だから。今は違えるでしょ。あの頃、慶応だけなのよ。そう。慶応だけね。そしてスタンドに来る、応援に来る女の子もなんかお嬢さんみたいな、そう上品な法政とか見えちゃ来ないよ、女の明らかに、あ、これどっか夜の、ね、お姉ちゃん、お姉ちゃん新宿が出るそんなもあったりしてね、ほんでね、話ちょっとあちこち行くけど、まあ、あの時代の話だよ熊の子があったでしょ、おー新宿の、おー、そうそうそう、ね、これね、六大学のと東都のスターしか集まらない、うん、熊の子、熊の子っていう店があったんですよ、いやー、少ない。そこに行くともうあのステータスなわけよ。うん、ほんで高田さんがいるわけ。俺は雑魚なのに、なぜかそこに俺行くわけで、それで高田さんとかいるわけよね。明治法政とかさ、もうこいつ同士で。田淵さんも来てたわ。田淵さんと山本さんとかみんないてね。で明治もいるわけ、星野さん。楽しそうですね。だね。せーずつして、それでお会いしてくれたわけだ、朝。そうそうそう、朝までみんなどんちきやってね。そんな時代だったんですよ。だけどもうリーグ戦だったらもう喧嘩もね、ほとんどの試合は、まあぶつけはしなかったんですけど、ね、そう なかったね、なかった、それはなかったけど、まあね、星野さんなんてもうコーチは出てくるじゃないですか、うん、あのサードコーチは、うん、自分は投げないんだけど天もやじりまくられたからね、サードコーチフルタイムでーとか言って、もう喧嘩でも帰ったら仲いいんだよね、俺方同じ同類だからね、来てるのがさ、ナミショーでレギュラーになったら絶対甲子園出れる。ナミショーが先発ってね、もうあの試合あると思わなかったのよ、秋の大会。いや、そうそうそう、あそこで優勝したチームがあるでしょ、そんなしらもうあの先発だから自動的に選ばれるのか、それぐらい。だからナミショーで、だから僕はね、他の府立の学校を受けたんですよ、いろいろ誘われてね、うん、で親もいい学校だし、あれ、うん、俺自身もあ、そしてそこから慶応、まあ、にも行けるあれもあるしなんて言われてね、その気になって一生懸命勉強したんだけども、結局僕は、まあ、あのそこは入れなかったんだけど、江本さんの立教と同じだけど入学試験は落ちたんだけども、今週はもうナビシェ行きたかった、だからうちの母親がねプロ入った時にね、うちの息子、俺のことはね、うちの息子はね、波小行ってね、野球したいためにね、その高校、府立の高校をね、白紙で出したんですよ。
俺そうじゃない、そうじゃない白紙そんなことないですもうよっぽどお母さんでもいい野球させたのなかったよねいやそっちの方が生かしかったですよそうやってね、うん、俺新聞記者にもえそうじゃない俺一生懸命必死で勉強して入る、はい、でも力がなくてね、な入れなかったので、ね、うちのお子さんだったねうちの息子ね、ナビショー行って野球したいためにね、自転車のフリッツをやめてる。わざとそれでね、第一希望でね、落ちてうん、もう喜んでナビショー行ったんですって言われて、俺は。おもろいな、それ。俺らは最初から白紙でしたけどね。それで今、どこ行っても。だけど、それで、そのナビショー、うんまあ、聞いてると思うけど、はい、1学年何人入ったと思う、その年。300人だよ、野球部。本当だその上も下も野球部で1学年300人いやそだけど波汐そんだけ来ても、うん、でやっぱり野球部に憧れてこう来たけどこれあかんなっつってすぐ辞めるんですよ辞めるっていっぺんもうあの一本でというのはね、うん、300人いたら困るわけやね野球部そんでだからあの入部のお金もらったら、うん、早くも辞めさせてあ入部のお金は一応入部のお金払う部長いくらかねそれで手続き終わったらあとやだからあのまああのその前の年も300人、残ってる人がやっぱり100人くらいいる。なそうそう。それでそのレギュラーでない人がそのついて、大体30人ぐらいのグループに入って、毎日、淀川の土手をランニングとあの体操って、あのね、要するにやめさすための、にやってるでしょ。あのランニングというのは、むちゃくちゃなことやる。だからもうどんどんやめてる。だから夏終わった時には、大体300人いたのが、70人から80人だいたい俺のもう夏越したやつはやめないけども、うん、だいたい80人ぐらい、うん、だいたい1月ね80人まあ確かにそのあの高田さんもスーパースターだったんだけどやっぱり誰かに教えてもらったとか、うん、やっぱこの人の影響とかいうのあるんですか誰かに教えてもらった技術的な面はあんまりないけど、うん、やっぱり野球学校だから、うん、練習だけでも目いっぱいいっぱい精いっぱいよくお前何にも努力してなかったよねって命じてねお前練習終わったそんなもうグラウンドでヘトヘトでね、うん、それ以上なんかできるわけねえじゃないいやそれはね、うん、今考えたらねあのある種の天才的なゾーンだっていうよりも、うんはいはいはい、この人はまあ最初から天才だ、うん、天才だから競争でも勝つわけ、うんだからあの1年から波汐でも試合出たしね、うん、そうですね1年からそういうこと巨人でもプロ入っても1年からだからうまくチャンス性格は俺こうまっすぐだから誰かさんと違って仕事しないから監督誰やろ監督燃えたりそういうことがないからもうそうまっしぐらだからね野球選手がね、スター街道をまっしぐら走る人と、ま、ええ、っち行けこっち行けつまみ食いしながらフラフラするのと、まあいろいろいるわけよ。でもこういう人はね、正統派 のスターだから。俺はね、超正統もう波汐って本当に頻度良くない悪い、ね、の集まりだったけども、それでもね、自分絶対プロ野球選手になりたいという、うん、の思いがね。子供の時からあって、子供の時は小学生の夢でしょ、うん、夢から。まず体に悪いことは絶対しないっていうね。だから僕タバコなんか全然吸ったことない。酒はどうなんですか？酒はあの食事の時だけの。あの寝酒とかは一切。スターは違うよな、ね、やっぱり。だからよく言われるようにそういう波症でね、あの、うん、今と違うから、うん、1年生から試合出たらやっぱり、うん、ネタも人いっぱいいるからね。そういう人に遠征行くと雨に帰ってきたらね。トイレ呼び出されて、スイープで引っ張られたりね、そういうなんかいろいろして、でも僕はね、一度も野球をやめようと思ったことない。俺もね、やめようと思ったことない。やめようと思ったことない。やめさせられることはない。やめさせられることは何回もあるけど、自分でやめようと思ったことない。でもそこは違うところなの。半身は自分でやる。いや、まあ、あの最後あれは。いや、そこはいいから。そこはいいですよ。よくはないよね。そうだよ。いや。